ノイジー、6日に最短昇格。阪神のシェルドン、ノイジーが野手、29、が、6日の楽天戦、甲子園、から1軍に昇格する方針であることが3日、分かった。がっつり最短やったわ。予想通りすぎて何も言えん。ああ、恐れていたことが現実にっていうか2軍で何も良くなってないよな、ノイジー。草前川が打ち出して愛人ノイジーの席なくなると焦ったか。ノイジーは2軍でどんな数字残してるんやろうね、W。まあノイジーならミエセスよりマシやろ。って雰囲気作り。どう考えてもノイジーより井上だろ、守備はノイジーより上や。ノイジー2軍で打ってるんか？蹴る以上に何も変わってないやろ。ノイジーの手も借りたいくらい打線が死んでるからしゃあない。テルには全打席ホームランってとか無理難題言うくせにノイジーは無条件最短昇格とか終わってんだ本場。ミエセスをスタメンで使うことでノイジーならマシやろ？と思わせる作戦か。ご視聴ありがとうございました。